お聞きの放送はラジオ関西です。午前0時になります。この時間は驚き戦隊モモノキファイブの時間ですが、放送に先立ちまして、私中村えり子からリスナーの皆さんにご報告がございます。何中村さん、何結婚します。え、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。結婚します。え、嘘、本当、本当にこの前言ってたやつ。そう、これです。覚えてた？この間ヒカさんにちょっとどうしても聞いてほしいって言って、ちょっと前振りしてたじゃない。でも時間がなくて、うん、じゃあ次話す次話すって言ってた、うん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 、ここでちょっとこのままになっちゃったんだけど。言っていいの？もう事務所から OK 出てって言って。なんで泣いてんの？いやだってすごい緊張してて。だから本当結婚するの？わあ、はい、これおめでとうでいいんですよね？あ、もちろんもちろん、おめでとう。やめんとかと思った。あ、でもな、結婚してももちろん続けますので。よかった、うん、もう、あ、よかった。もう一番怖かった。ここで言うの？そう、ここでしかちょっと言えなくて。びっくりした。おめでとうございます。ありがとうございます。やった、おめでとう。はぁ、そうですね、あの一応、うん、あの今まで言えなかったのはお相手の方がちょっと一般の方だったので、ちょっとどういうタイミングで言ったらいいかな。ちょっとね、私今混乱してます。なんか桃の木だからちょっとドッキリなんじゃないかなっていうのもありながら、でも中村さんこの前言ってたし、いや本当かな、どっちどっち、どっちだ、本当にどっちだ、本当、本当です、はい、本当に。いやでもね、ちょっと待って、4月1日放送分って書いてあるからね。ごめん、信じきれてない自分がね。私悲しいわ。私今までラジオやってきて、うんうん、まあ、このキャラクターからいろいろ騙されてきたわけですよね、うんうんうん、まあそうだね。素直に喜んであげれない自分がちょっと悔しいっす。ちょっと事前に話しておけばよかったよね。これ1日だろうって思っちゃうんですけど、うん、3月の末の時点でちょっとバタバタしてたから言えなかったけど、そうなんですよ。本当に本当に、うん、よかった。30万円でおめでとう。うん、え、おめでとう、ごめんと。いやでも、うん、ちょっとまさかできたらいただきたいなと。春に、うん、春なの。そうなの。ちょっと待って、あの普通に動揺して、いきなりこんなこと言われると思ってなかったから、ちょっと何も言えないんですけど、でもすごく喜ばしいことで、うんうん、今日なんか真っ黒の服着てきちゃってるよね、みたいな服できちゃったんですけど、合わせろ。いや、実は、今来てて、多分今ご飯をさっき炊いてくれてたんで、そのうち来るかなとは。うちの D ですよね、それは。ご飯をセットしたのはね、今見てくれてると思うんですけど、さっきあの司令官がちょっと挨拶に出たので、はい、1日だろ、これ1日だろ今。どうして？ちょっと桃の木の手が分かんない。1年やってきたけど分かんない、私。1年やってきたからちょっといい機会なので。分かんない、本当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 分かんない。ほらだからちょっと今日春っぽい。なんでみんな真顔なの？なんでみんな真顔なの？いやだってひかさんに喜んでほしかったんだけど、どうだろうと思って、一番怖くてさ、やっぱり。いや、本当だったら本当にそれこそ嬉しい。本当だったら、本当だったら俺は喜ばしいことですし、多分リスナーさんもすごい喜んでくる、うん、本当、本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう幸せに、うん、あ、見に行ってくればいい。うん、ちょっと多分待ってると思うので。どうした、ひかささん、どうした、くずおれて。すごい勢いで、ちょっとかっこいいでしょ。牧場主ではないんだけど。
ちょっと合わせてあげられると思って。すいません。本当もう、うん、もう滅びや。仙台ももろきファイブってヘペロドキドキ大成功イエーイ。もう滅びれろ。ほんともうさ、もうさ、人々が失ってしまったもの。感動それはこの世界のつらい絆。見に行ったらさ、普通の日常だ。時は西暦2010年。さらなる驚きを求めて五人の戦いは。スタッフじゃなくて、あの何ジムの人とかみんな驚き、みんな驚きファイブ、みんな普通に電話とか大成功。今日の方がパートナーで本当に良かった。桃の木ピンク中村恵里子です。独身ってヘペロ。私ちょっともうね、ちょっとでもちょっと結婚って聞くとちょっと寂しくなるもんですね。ちょっとね、ねえ、ちょっと寂しくなっちゃう。まだまだしないから。まあできないです。うるさい。うるせえ。絶対できないからな。こんなことする女には絶対にできないから。こうして今日も地球の平和は守られた。だが人々が感動を取り戻すその日まで彼女たちの戦いは終わらない。戦え桃の木5。負けるな桃の木5。